今朝空を見上げるの忘れてましたけれども、でも休み中考えてみたらたまたまですよ、はい、お団子も食べました、つくねも食べました、ハンバーガーも食べました、丸いものばっかり一応楽しんでたな。でもいいじゃないですか。おうちご飯簡単盛り付け術。盛り付けが変わるだけで同じ料理がなんか違ったように見えません？お皿変えるとか。もちろん。あれあまり意識してない。食べたら一緒じゃんみたいなね。いや高橋さん、ダメです。そんな今日はですね、一工夫するだけでおうち料理が変身する、そんな技教えてもらいました。